迷ったのか。なあカルロス、クララや俺を信用してないのは分かってる。あの女が送り込んだ他のクズもな。当然だ、よそ者だしな。その通り。他に用は？小さなナポレオンに土地を奪われた上に、奴が畑に撒いた毒で多くの仲間が死んだって聞いた。あんたが病気で助けを請うより死を選ぶとも。まだ使えるなら無駄にするな。奴らが毒を置いてる倉庫を焼き尽くせ。タバコに毒を撒く農業機をぶっ壊せ。畑に毒を撒く連中は殺せ。了解ボス。絵はがきよこせよ。やばいな。ここまでだ。カルロス、リベルタードのダニーだ。知ってる。忘れると思うか。いや、ただ、なんでもない。それより、カステロの毒が近くにあるみたいだ。黄色いタンクを探せ。農薬散布機と噴霧機にも毒が入ってる。すぐに向かう。誰も毒に苦しまなくて済む。行くぞ、急いで探すんだ。探し出せ、早く。さっきそこにいたんだ、そこに。なんだ。
動物たちも暴れたいだろうな。将校だ、気をつけろ。衛生兵がいる。スナイパーだ。ここでも毒を撒いてる。注意して進もう。結婚。諦めろ。この人数。行け。探してこい。標的発見。増援を封じた。まだ近くにいるぞ。油断するなよ。捕虜だ。アディオス。見つけたぜ。終わったよ、カルロス。よし、小さなナポレオンにメッセージが伝わるといいがな。仕事はまだある。キャンプに戻れ。迷子になるなよ、観光客。時間がない。お楽しみの場所はどこにある。せっかくだ。
ホセが毒の剣でゴリップらしいぞ。あいつの計画をめちゃくちゃにしてやったからな。お前を見直したかもしれん。まあとにかく頼みがあるんだ。仲間がホセの監獄に捕まってるんだが、その中の一人ミゲルは息子みたいな存在だ。脱獄させるには監獄のトラックがいる。一台盗んだら給油所で落ち合おう。監獄の近くだ。トラックで入っていって気づかれる前に仲間を乗せて出る。お前を信用して任せてるんだ。ヘマはするなよ。早めに監獄のトラックを確保しろよ。ぜひ光景を見てってくれ。こんなに面白い競技は他にないぞ。トラックを確保した。よし、じゃあ給油所に落ち合おう。了解。カルロス、もうすぐ着く。よし、トラックをガレージに入れろ。ああ。変装うますぎだろ。黙って後ろに乗れ。了解。あそこに戻るのは脱獄して以来だ。昔は学校でな、うちの子供たちを通わせてた。塀の中にいたのは8ヶ月。いや、覚えてない。毎日鞭打たれて毒を吸いながらの重労働だったからな。地獄だな。ああ、でもミゲルのおかげで正気を保てた。息子同然の存在だったってな。タフなやつさ。我が子と思って育てたんだ。ボクシングも教えた。連行されてなけりゃチャンピオンになれたのに。どう脱獄を？ガミラが助けてくれてな。ある晩見張りを殺して忍び込み、肩に銃弾を受けながらも俺とフィリーを逃がしてくれた。なるほど、エスパーだらしいな。俺の娘だからな。だがミゲルは見つからず追っ手が迫っていた。だから他の仲間ともども置き去りにした。運が良けりゃ死体が残ってるかもな。もうすぐ着く、静かにしろ。モンテロ、ここで何を？ミゲルはどこだ？わからない。監視に連れてかれた。くそ、待ってる時間はない。
行け、ミゲルは見つける。ヘマしたら軍の全員が相手だぞ。大丈夫、一人前の戦士だ。行かれてるな。見つけたらあの給油所に連れてこい。頼むぞ。そういえば、ミゲルってどんな顔のやつなんだ。ビビロはヤーラの血液ならば、マブルガはヤーラの心臓だ。そしてリベルターザはその血の流れを断とうとしている。我々はタバコ農園を死守し、貴重な PG-240 を守らなければ。エンジニアだ。モンテロのテロリストはリベルターザと何ら変わりはない。奴らがのさばればヤーラは衰退と死に直面する。警戒せよ。農場を守ってこそ我々の未来は育まれるのだ。衛生兵だ。皆も知っているアウトキャストという呼び名は真実を反映していない。楽園再建を任され、ヤーラに全てを捧げる人々、さも追放者であるかのように呼ぶのは冒涜である。選ばれし者たちは英雄である。最高の食事と医療が提供される。キャンプは過酷だが、乗り越えた者は自らの貢献を振り返って誇りに思うだろう。我々に尽くすのが彼らの務めであり、彼らに感謝するのが我々の務めである。カメラを壊そう。おい、機体を見つけた。早くこの野郎を見つけろ。真のヤーラ人は家族より大切なものなどないと理解している。私は父の血液をたどり、自由で強いヤーラという夢を守り続けている。そして私が去った時には逃げるか。我が息子ビエルはその血跡をたどるだろう。まだ13歳にしてあの子にはすでに強く姿勢、そしてビジョンが備わった。ビエルは私の夢と我々が築く楽園を守ってくれるぜ。ディエゴ・カスティロは我が息子にしてヤーラの息子、そして我々の未来なのだ。何かがおかしい。これで増援はなしだ。ダニー、カルロスに言われてきた。
捕虜だ。警報器を壊しておこう。鍵があった。ミゲルを助けに行こう。ここから出よう。先導してくれ。カルロス、ミゲルを見つけた。なかなかできる観光客だな。じゃあ救助で待ってるぞ。オッケー。カルロスはどこだ。この先だ。この先のどこだ。給油所。いきなりで信用できないかもしれないけど、もう大丈夫だから。カルロ、ブラザー、信じてたぜ。マジかよ。おい、生きてたのか。お前ら配給制じゃなかったのかよ。変わんねえね。まだ禁止か。すげえな。じゃあもらおう。ミゲル、すまなかった。もっと早く助けに行けなくて。忘れたことはない。くだらない話はよせ。やるべきことをやるだけだ。話は終わりだ。おい、そのギター貸せよ。よくやってくれた。最初はワニと同じくさばいてやろうかと思ったが、お前はモンテロだよ。そりゃどうも。じゃあパパーって呼ぼうか。黙って飲め。
ンピオンに挑む奴はいないか。伝説の一戦になるぞ。見ろよチャーリーさん、ヒーローだぞ。まあ俺らもう友達だよな。恨みっこなしだろ。君を爆破しそうになったのも過去の話。今は未来に目を向けないと。未来といえば君の行く先に軍事用トラックが見える。特殊弾とか特殊兵器とか特別感満載のやつだ。フィリーにとってはどれも必要。俺は先を見据えて考えるタイプでね、モンテロの武器の火力を底上げするための計画があるんだ。そのためにもそのトラックがいる。オカソマリーナで積み込み中のトラックを俺のとこまで持ってきてくれ。計画に欠かせないんだ。頼んだぞ。トラックを俺のところまで持ってきてくれ。フィリー、マリーナに着いた。いいか、何があってもあの子をぶつけるなよ。はあ、トラックを傷つけるなってことだ。車の中に赤ちゃんのフィリーが乗ってると思え。赤ちゃんフィリーね、わかった。赤ちゃんフィリーを泣かせるなよ。トラックを無事に持ってこい、頼んだぞ。動物を外に放ったらどうなるかな。犬だ。アディオス。気をつけていくぞ。捕虜か。No estamos solo. Dispésense y busquen. ¡Con! ¡Stometa!
やったヒーローのお帰りでラム酒で出迎えは何してる？フリーマジックだ。梱包材のために死にかけたのかよ。違う。ホワイトゴールド。激レアだ。ド派手に燃えるんだぜ。何でも使い道がある。君にもね。誰が連れてかれた？何度あいつらを助けるの、パパ。キリがない。あいつらは家族同然。もう見捨てるべきよ。いいか、ここはお前のキャンプじゃないんだ、うん、口を挟むな。どうした？捕まった仲間がベルデラ広場で吊るされる。勝手にしくじったんでしょ。違う、お前のせいだ。ゲリラとは何かを俺たちが示し、それを見て他の者は学ぶ。だがお前は何度言っても理解しない。信頼は先にするんだ。それは違う。じゃあなんだ、放っておくってのか。見捨てられる気持ちも知らねえで。5人だ、俺たちで行く。乗り込んで仲間を救い、邪魔者は殺す。あっちは人数が多い、誰かが見張りを。そうだ、教会のベルタワー、あそこなら全部見える。処刑の前夜はタワーで過ごしてくれ。登るところを見られるなよ。特製のライフルがあるぞ。強力なスコープを搭載してる。俺が隠しとく。ミゲル、俺、カミラは広場だ。フィリーは電波塔で待機。それから携帯はなしだ。モンテロには義務があるんだ。カルロス、教会に着く。カルロスじゃない。逃げるか。カルロスは手が離せない。ベルタワーに向かってくれ。いいけど。上にライフルを隠してある。兵士に見つからないようにこっそりな。ああ、じゃあ頑張れよ。スナイパーがいる。どうしてここに？人が死ぬところなんて見たくない。将校だ。なあ、また俺に生命保険をかけたのか。今は何かと危険な時代よ。賢くさ。上司は？油断するなよ。
まずい。位置に着いたぞ。こっちも今配置に着いた。エンジンはかけたままにしとく。補正を確認。指示するまで撃つな。同胞たちよ、ここに来てくれたことを嬉しく思う。諸君らも胸が高鳴っていることだろう。こいつらはこの国の寄生虫であり、我々の楽園に帰国民のための居場所はない。アレハンドロ、くそ。その罪への罰として、ヤーラの力の方針に今日この者どもは吊るされる。どうする、カルロス。カルロス、かけさせやがって。おい、タワーにもいるぞ。くそ。このままじゃ死ぬ。急ごう。エスパーダ、俺が担ぐ。援護しろ。いいな。早くここから運び出さないと。任せろ。どんどん出てくる。確保したが重傷だ。いや、知ってることであろう。Mm-hmm.
カミラ。もうすぐだ。こっちの作戦もバレてた。罠だったんだ。クソ。あそこ敵だ。しっかりして、アレハンドロ。早くしろ。テーブルに乗せて。
息はあるか？脈がない。持ちこたえて。フィリー、すぐ行く。何を考えてるか知らぬ、よせ。奴の仕業だろ。お前の弟は裏切り者だ。フィリーだったそうだ。奴は爆弾に詳しい。エスパーだ。お前は自分の親父だけを助け、俺を見捨てた。俺のことはあのキャンプで見殺しにするつもりでな。フィリー、もう持たない。パパがひどい目にあった。ホセは人にどんなことをすると思う。暇つぶしにな。下がってろ。このキャンプのことをバラすことだってできてがしなかった。モンテロ家のバカどもが。俺たちは終わりだ。カスティロに負けたんだ。息が戻った。エスパーだ。姿勢を意識しろ。獅子は狩りの前に無に達する。はいパパ。撃て。ああおじさんここに。もう聞いたかな。西部での大勝利。カルロス・モンテロは死んだ。ゲリラどもは逃亡中。タバコ畑も確保したよ。撃て。よこせ下手くそ。うまいぞ、うまい。ディエゴ、お前のいとこが褒めてほしいようだ。計画を知ってさえいれば、モンテロがあの農地に200年もの歳月をかけて根付いたのだと教えてやったのに。そのおじさんを驚かせようと。ディエゴ、お前のおじの兵士に農地出身はどれだけいる？8割です、パパ。そうだ。そして今回この男は最も有名なモンテロを神格化させてしまったというわけだ。変わらず楽園再建を望むのは8割のうち何人だ？おじさん、その最後の鳥を殺してくれたな。逃げろ。は？逃げろ。うまいぞ。ダニー、クララよ。今してることは忘れて。新しい作戦？殴り込むチャンスができた。エスペランサに会いに来て。リベルタードのセーフハウスの写真を送る。見張りのゲイラがいるから夜番について聞いて。夜番？分かった。今から向かう。